今日の県内は昨日から一転気温が上昇しています。日中の最高気温は仙台で30度と予想されています。午前10時過ぎの仙台駅前です。日差しがとても強く、地面からの照り返しもあってとても暑いです。手元の温度計では30度を超えています。午前11時半現在の最高気温は丸森で 29.6 度、仙台と蔵王で 29.4 度などとなっています。日中の最高気温は蔵王で31度、仙台などで30度と予想されています。こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。